本日はこちら、ケンウッドの R-K711 ということで、こちら本体とスピーカー、セットにしたコンボになります。でこちらのコンボの、スピーカーは、これの純正のスピーカーではなく、別のケンウッドの、スピーカーになります。こちらの型番の方が LS-UDA77-M ということで、こちらの方も別のコンポの、スピーカーになっています。まあ、とはいえこれとこれのセットで、まあ、音鳴らしっていうのをしていまして、私的には好きな音かなと。はい、こちらの動作検証の方は、まず CD、 そして、チューナー、そして、D オーディオということで、まあ、後ろにつながっている端子からの、まあ、ラインインですね、 AUX ラインインみたいなもので、まあ、ラインからの、音出し、そして、こちら、ヘッドホン、こちらから音が鳴るか、そして、まあ、ラジオ、まあ、この音が鳴るか、ラジオがちゃんと鳴るかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それでは電源の方を入れていきたいと思います。はい、それでは CD の方をまず入れて CD からの音出ししていきます。こちらの方は CDR になります。はい、トレイの、開閉も問題なく、開きますし、トックの、読み込みも早く、読み込んでいる状態です。そして CD 再生と。はい、問題なく再生できています。そして早送り、巻き戻し、そして一時停止と、そして停止。はい、そしてスピーカーの音量調節ですね。で、こちらですね、サウンド調節、まあ、D バスですね、こちら音量を上げると低音が響く形になっています。こちらの方を下げると低音が響かない形になります。はい、 CD の音出しはこんな形になります。そして次にチューナーですね。チューナーで、はい、こちらが、AM の方ですね。 AM のラジオになります。そしてですね、次に、AUX からの音出しの方をしていきたいと思います。で、音出しに使う機械はこちら、iPhone こちらの方と、ですね、こちらの、プラグですね、ミニジャックでつなげて、音出しというところと、こちらですね、ミニジャックと、AUX こちらのコードの、変換のコードから音出ししていきたいと思います。はい、それでは音出しの方をしていきたいと思います。まずインプットで AUX ですね。そして今、つなげた状態で、せーの、いつもお母さん、はい、メッセージ言ってる。はい、AUX からの音出しになります。そして次に、インプット結構何種類かあるんですが、次は
テープインからの音出ししていきたいと思います。テープ、テープですね。はい、テープインからの音出しも問題なくできています。はい、それでは、D イン、デジタルインはちょっと、こちらでは確認できないんで、省略させていただきます。そしてあと、ヘッドホンですね、こちらの音出しをしていきます。はい、それでは再生します。はい、こちら音が鳴っているのがわかるでしょうか。はい、一応イヤホンからの音出しもできているという形になります。それでは、最後に、こちらですね、コンポの、外観、スピーカーの外観の方を、見ていきたいと思います。